尾前崎市の海岸では砂浜をきれいにするビーチクリーン活動が行われましたこの活動は13日に海水浴場が海開きを迎えるのに伴い行われたものでおよそ200人が参加しました参加者たちは海岸沿いに捨てられているビニール袋やペットボトルのほか空き瓶の割れた破片を拾っていました関係者によりますと、 ゴミの量は2トンにも上りました。